神奈月の神チャンネル。いや。2020年、武藤さん。はい。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今日は美味しい、カニしゃぶを。はい。いただきまして、一応ここは仙山ってね、はい、仙山かんちゃんと共通の友人がやってるお店で、美味しいですね。めちゃくちゃうまかったですよ。武藤さん、はい、今年はあれですか、はい、まだ復帰はしないですか。復帰するわけないよ。何よ、復帰したら詐欺で訴えられるよ。そうですか。まだ引退試合、俺リングサイド50万取ってんだよ。復帰戦は訴えられるよ。復帰戦は100万の取れますよ。復帰取れないよ。取れますよ。訴えられるよ。その50万払った人たちに訴えられちゃうよ。訴えます。まあそんなことよりも、まあ今年もよろしくお願いします。もう僕、武藤さんが引退しても、僕は武藤さんやり続けます。え、本当ですか。そうです。だって去年の僕、モノマネグランプリの優勝したネタの一番最後、武藤さんで終わってるじゃん。あ、知ってる。あれ、はい、本当にそれガチで普通に見てて、はい、あって、なんかドラマのね、ビバン。あ、そうそう、それもやりました。最後ね、最後、急に関係ないストーリーで、そのストーリー関係ないところで俺が出てたもんね。あれはね、金スマの番組の方が、ぜひ最後、武藤さんで終わってほしいと。で、原口くんに、蝶野って言って2人でドラマをぶち壊してほしいって言われたんですよ。ドラマものまねを。じゃあそのスタッフの方から依頼された。そうですよ。ということはそれだけ浸透してるってことですね。もちろんだから、俺の引退試合がそれだけ浸透してるってことだね。だから2023年のもう武藤さんの引退試合っていうのはもう名シーンなわけですよ。そうだよ、はい。だって NHK の、サンデースポーツだと、なんだろうね、スポーツなんとかっていうので、はい、NHK のニュース番組の、ね、その2023年度その印象に残った今年のスポーツか、2023年なんか、いっぱいあったじゃないですか。スポーツその中で、はい、俺のあの引退試合がね、はい、17位だったから。まあ、もちろん大谷とかさ、はい、WBC とかサッカーとかありましたけどね。で、まあ、それをな、まあ、それ1位トップとか言って、俺17位に入ってるんだよ。だ かつて、そういうスポーツニュースのそのなんかランキング形式で過去プロレスはランクインしてないですよ。 NHK のプロレスなんか放映しないんじゃないの。これいや、意外とね、藤波さんのマッチョドラゴン NHK でやってたんだよ。歌をですよね。あんまり知ってる人いないですよね。ゆりおか超特急ぐらいしか歌ってないですもん。ただね、はい、俺が引退しても、はい、かんちゃんにはね、俺のモノマネをしてほしいということでさ、はい、俺ね、ね、去年2023年のちょっと大掃除して、はい、断捨離してたらさ、いろいろグッこれ見つかったんだよ、こう自分のコスチュームとか。これコスチューム、コスチューム見つかった。これ実際に実際使ってたやつだから、本当だ、すっげえ龍の、龍2024年バージョンみたいじゃないですか、これ。そう今年の絵と、これだ、実際使用してるから試合ちょっともつれてますね。そうもしかしたら試合前にちょっとこうね、やっぱり緊張するからさ、トイレとか行って、もしかしたら俺の小便もこの辺についてるかもしれない。おじいちゃんじゃないんだから。漏らしちゃってんじゃん。漏らしちゃダメです。洗濯してるから漏れづらいけど、わかりました。すいません、いただきます。ぜひ。じゃあ、武藤刑事も失禁付きですか。武藤刑事尿付き、このトランクスいただきます。じゃあ今度これでいっぱい露出してください。ステージ立ちます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。いやー。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 Yeah!